はい、皆さんこんにちは。皆さんどうもこんにちは、トライアングルです。今回はですね、このアキネーター、地声の方ではやってたんですけど、こっちでちょっと今回やるのは、前回は地声の時はトライアングルが出るかどうかやったんですけど、今回は阿部さんが出るかやってみたいと思います。いや、出ると思うんですけどね、かなり人気だと思うのでやってみましょう。阿部さん出るんですかね。女性、いや男ですよ。綺麗、かっこいい男です。いい男、うん、実際に存在する、実際には存在しないですね。はい。1年生ピッカピッカの1年生違う、うん、出るのかな。あれ、ちょっとローディングが重いかな。物語の主人公、まあ一応主人公っちゃ主人公ですかね。はい、主人公です。作品が2回以上映画化、そう、映画化されたら大変なことになると思うけど、スナイパーですか。まあ、ある意味ね、その下のね、スナイパーだけど違いますね、多分。ゴルゴではないですね。名前すべて漢字、そうですね。はい。ちょっとこれは、もしかしたら長かったらカットというか、倍速になると思うんですけど。はい、ごめんなさい。ちょっと、なぜか致命的、なんか、なっちゃいました。はい、なのでちょっともう一回やり直します。物語の主人公、はい、高校生。高校生ではないかな。男っぽいんで。作品が2回以上映画化されたことがある？ないですね。これさっき言いましたけど、背中にネジがついてますか？どういうこと？ネジ巻きシティの子？ついてないかな。下に、肩幅広いですね。広いですよ。最近姿が見えませんか？どういうこと？いやー、最近、まあ確かに、前よりは見なくなったから、まあ多分部分的にそうなんですかね。背が低いですか？いや、高いんじゃないですか？高そうだったんで。ゲームに関係するアニメですかね。関係しないですね。でも一応、戦う。いろんな意味で戦ってますけど、戦いもしないかな。うん。父親は生きている。わからないですね。10回以上漫画がある。あったら大変ですね。家で。これはちょっと、オレンジ色の被り物を身につけていますか？つけてないな。男。大好きです。黒髪ですね。イエス、阿部さん、これは来たのか。いきなり来たな。さあ、アキネーターさん、あなたすごいわ。いやー、ちょっとすごいね。4万508回もプレイした。いやー、すごいですね。友達に罠を仕掛ける。ちょっと気になるけど、はい。いやー、もう本当にすごいですね。まさかちょっと阿部さんが出るとは思わなかったんですけど、はい。じゃあ今回は、この辺りで無事、阿部さんが出ることができました。はい。ちなみに言っときます、僕絶対ホームではありません。はい、ネタでもありませんよ。本当に絶対ネタでも絶対ないんですからね。いいですか、絶対ネタじゃないですかね。コメント欄で絶対こんなこと書いちゃダメですよ。いいですか、ネタじゃないですからね。よし。それじゃあ、ここまでのご視聴ありがとうございました。それじゃあ、さよなら、バイバイ、じゃねん。はい、どうも皆さん、トライアングルです。ゆっくり実況の方、ゆっくり実況じゃないですかね、ゆっくり実況チャンネルの方を見ていただき、ありがとうございました。ですね、実は、マリオメーカーとかを、自己アカウントの方でもこれからもうじゃんじゃん毎日投稿ぐらいしていきたいと思ってますので、よかったら、下の概要欄の方に、チャンネルの URL があるので、よかったら、そちらで見ていただいて、チャンネル登録していただけたら本当に嬉しいです。はい、もう何でもします。いや、やめとこう。それでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。